アストラムラインの延伸は新井ノ口経由の環状線にするべきです。その具体的ルートはなんですけれど、その前に実際の計画であるアストラムライン清風新都線計画についてツッコミくんに説明してもらいましょう。おう、任せとけ。アストラム延伸、新井ノ口経由環状線案、その1。注意、この動画は、鉄オタによる、鉄オタのための、鉄オタ目線での、意見発表動画です。アストラムライン、清風新都線計画。アストラムライン清風新都線計画は、現在の終点である、広域公園前から路線を南に伸ばし、西広島まで延伸していく計画です。広域公園前駅先の車止めから、行く手を阻むように立ち塞がる、山陽自動車道、五日市インター南向き出口の高架橋と交差することなく、その手前で左折して道路をそれ、山中に分け入ります。そして、さつきが丘の、ピュアクック、のあるバス通りの北端の延長線上あたりでさつきが丘に至り、用地買収、立ち退きを行って、行く手を開いて、ピュアクック、のあるバス通りに出てきて、バス通りを、さつきが丘の南口まで南進します。南口からさつきが丘を出たら、また道路をそれて、雑木林や造成地の乗り面を、右左、と、S 字カーブを描きながら通り抜け、アウトレット広島、北側の駐車場を通って、空の中央公園西側下の乗り面に突っ込み、小井峠の南方を、沼田分かれ交差点近くまで、トンネルで抜けます。それから、都市計画道路、小井中央線を通って、JR 西広島駅に達し、JR 線を乗り越えて、南口駅前広場が終点です。駅は、さつきが丘クリニック付近に、さつきが丘1、さつきが丘1丁目交差点付近に、さつきが丘2、ジ、アウトレット広島北側の駐車場に、石内東、沼田分かれ交差点付近に、小井上、フレスタ小井上店付近に、小井中、JR 西広島駅南口駅前広場直上に、西広島、の各駅が設置される予定です。駅名はすべて仮称です。全区間単線で、各駅で、交換、行き違いができるように整備されます。広域公園前から石内東までの間が、令和6年から9年の間に開業。西広島までの開業は、令和10年代初頭とされています。西広島開業後は、さらに、都心線として、平和大通り、白神社前交差点、離城通りを通って、本通りにつなげて、環状線化する構想もあります。と、実際の清風新都線計画は、こんな感じなんですけれど、実は夢光くん、この清風新都線、西広島ルート案は、ダメだと思うんですよ。なぜダメかというと、延伸先が西広島では、今回はここまで、その2に続く。